エイブラハム・ウォールドはトランシルバニア出身の数学者である。決定理論、幾何学、軽量経済学の分野で活動し、統計蓄次解析の分野を確立した。研究生活の多くをコロンビア大学で過ごした。ハンガリー語表記ではワールド・エイブラハムとなる。ウォールドは1902年10月31日にオーストリア・ハンガリー帝国。 トランシルバニアのクルジュで生まれた。彼は宗教的にはユダヤ人であるため、当時のハンガリーの学校制度では必要とされていた土曜日の通学ができず、そのため大学に入るまで両親からホームスクーリングを受けていた。彼の両親は教師であり、非常に知識が豊富で有能だった。百二十八年、クルジュ大学の数学科を卒業した。百二十七年に、 ウィーン大学の大学院に進学し、1931年にカール・メンガーの指導の下で博士号を取得した。ウォールドの優れた才能にもかかわらず、オーストリアにおけるユダヤ人に対する差別のために、大学での地位を得ることができなかった。しかし、オスカー・モルゲン・シュテルンによりウォールドの経済学における地位を確立した。1938年に、 ナチスドイツがオーストリアを併合し、ユダヤ人に対する差別は激化した。ウォールドとその家族はユダヤ人として迫害された。ウォールドは経済学研究のためのコールズ委員会の招きによりアメリカ合衆国に移住した。第二次世界大戦中にウォールドはコロンビア大学の統計研究グループの一員となり、戦時中の様々な問題に彼の統計スキルを応用した。 それには、蓄次分析法や抜け取り検査法が含まれていた。s r g が取り組んだ問題の一つに、敵の射撃による爆撃機の損失を最小限に抑える方法についての助言を提供するために、任務後に生還した航空機への損傷箇所の分布を調べることがあった。ウォールドは、帰還した航空機の損傷分布に関するデータから、 出撃したすべて航空機の損傷分布を推定するための有用な手段を導き出した。彼の研究は当時のオペレーションズリサーチの分野では精力的であると考えられている。ウォールドとその妻はインド政府の招待で講演会を行うためにインドを訪問したが、1950年12月13日。 彼らが乗っていたエアインディアキが南インドのニルギリ丘陵上空を飛行中に墜落して亡くなった。彼は1月にカルカッタのインド統計大学を訪問しバンガロールのインド科学会議に出席することになっていた。彼らの二人の子供はアメリカに帰国した。ウォールドの死後イギリスの統計学者ロナルド・フィッシャーはウォールドを批判した。フィッシャーはウォールドは 科学的経験のない数学者であり、彼の統計学の本は役に立たないと攻撃した。フィッシャーは、実験の計画に関するウォールドの研究を特に批判し、主題の基本的な考えの無知を主張した。翌年、ウォールドの研究は、イエジ・ネーマンによって擁護された。ネーマンは、ウォールドの研究、特に実験計画に関して説明した。ルシアン・ルキャムは、 実著はシンターティック、メソッツインスタティスティカルデシジョンセオリーにおいて、使用されたアイデアとテクニックは何よりもまず、エイブラハム・ウォールド著作の影響を受けていると彼を、称賛している。アメリカ合衆国の物理学者、ロバート・ウォールドは、彼の子である。4、A コンプリートリスト、C、The Publications of エイブラハム・ワールド、アンド t オブ・マセマティカル・スタティ i s t i c ス23、29、 33、ドイ、10.1214、アムズ、11億7772万9483。ありがとうございます。